よいしょ。あ、なんかくまモンで始まってるみたいな。くまモン。はい、今日は2022年3月27日。よっしゃ、ね、見て、あれ、本当だ、くまモンのカレンダーだ。カレンダー、朝の体操始めます。みくちゃんにあげようと思って買いました。やった怖い怖い、顔にぶつけない。早く欲しい。おはようございます。今日も、あ、泉先生。よろしくお願いします。でもでかく、なんか、腹と一丁がでかくなっちゃった。腹ででかくなったね。アナ雪。むしちゃん好きだもんね。腹とおじいちゃんの、なんか、大ファン。大ファン。小学校卒業したゆりかさんは顔を出さないですか？あ、ね、ゆりかさん。ゆりたん。小学校卒業したゆりかさんの顔が見たいって。だって、店長さんが。ラジオ体操第一、まずは正しい動きをご覧ください。背伸びの運動から、はい、前から上に上げて横へ下ろします。腕で背筋を伸ばします。腕と足の運動、1、2、3、4。腕を横へ振り、足もかかとを上げたり下ろしたりしながらしっかりと曲げて伸ばします。5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。横へ腕を振って斜め上に上げます。5、6、胸を反らせます。1、2、5、6、横曲げです。左横へ曲げて、もう一度曲げます。右横へ曲げて、もう一度曲げます。繰り返しましょう。5、6、前後に曲げます。弾みをつけて3回曲げて、手を腰に、上体を反らせて戻します。もう一度、1、2、3、4、5、6。腕を振って体をねじります。左側、右側、3、4。斜め後ろへ大きく振ります。4、体側へ、右側、左側、3、4、5、6。足を戻して、腕と足の運動、肩、上、肩、下、力強く素早く腕を曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。足を開いて斜め下、柔らかく2度曲げて正面で胸を反らせます。反対側へも2度曲げて正面で胸を反らせます。1、2、5、6。大きく体を回しましょう。腕を伸ばして大きな円を描きます。反対側へも大きく体を回します。1、5、6。足を戻して両足跳びです。1、2、3、4、開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。1、2、3、4。腕の振りと足の曲げ伸ばしに合わせて呼吸を整えます。深呼吸です。深く息を吸って吐きます。5、6、7。繰り返しましょう。平川さんもおはようございます。今日は第2話いかないです。待って、その前に、はい、まず本日のくまもんちゃん、くまもんちゃん出てきた。めちゃめちゃ、これプレゼントからだって。くまモンにすればよかったかな。高橋さんがくまモンにすればよかったかな。やった。でもアナ雪も嬉しいもんね。さあ。待ってくださいね。
るわ、むくちゃん。次なんだっけ、次はタオル。タオル大好きね。で、待ってるの待ってます。やっぱりくまモン。一緒そんなにくまモン。くまモン。くまモンだらけ。くまモン。くまモン。あら、せいじょうさんのところ、なんかあの、サッカーのキャラクター。かっこいい。はい、ではでは。タオル体操いきましょうね。何すんのそれ。タオル体操だよ。タオルを使って体を鍛えていきますよ。はい。ではまず立ったままいきましょうね。ちょっともう見えないよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これがね。やっぱりクマモンに変わった。高橋さん、高橋さん、クマモンに変わった。高橋さん、クマモンに変わりました。ラッキー。ほら、変わった。はい、で、いきますよ。ね、分かった。クマモンに。クマモン。クマモン。ずっとクマモンしかできないんですけど。はい。ではでは、まずは、このタオルを半分に折ったものを。半分。グイン、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 とね。回していきますよ。はい、大きい。ちょっと大きい。半分、半分にした方が半分。はい。で、半分にして、はい。足で漕ぐみたいに回していきますよ。じゃあ、20回いきます。せーの、で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
ね、膝を上げるっていうことをするとこの後ろの方の筋肉も鍛えることができてヒップアップ効果があるんですよ、ね、はい、できますよ。いいから早く始めよう。10回いきます。せーので1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。勢いがいい踊ってる感じ。めっちゃこうやってなんかすごい忙しそう。みくちゃんみくちゃんだけ忙しそう。いそうろ、いそうろ、何いそうろ、何いそうろ、どこで覚えたの、そのこれはしんちゃんから聞こえた。これはしんちゃんで出てきたんだよ。はい、じゃ次行きましょう。次は何、はい、じゃあね、そう、このタオルをまたさらに半分に折りますね。ね、脇を締めてギュッギュッとね回していく。分かって、結構痛い。まあ楽までいっちゃう。ええー、そんなにいいかな。じゃあまず4に行くの。10回やろ。10回だけ。100じゃないの。100はね、ちょっとね、この辺痛くなるし。大丈夫だよ。10回だけいきますよ。せーの、1、2、3、4、だけからな。もうちょっとバレちゃったな。なる。早く欲しい。4、8、9、10。カレンダーね。そうそう。早く欲しかったな。みくちゃんさ、もらったらちゃんと見れるようにしまい込んじゃダメだよ。ね。結構難しいんだよ。毎月変えなきゃいけない。あ、確かに確かに。今日で、ね、毎月組み立てる。あ、そういうこと？なんでなんで、うん？ブロックになってんの。レゴみたい。レゴのブロックみたい。そうだよ。して。あ、そういうことね。そうそう。じゃあ番号間違えちゃったら狂って。いや、これはね、結構ね大変だった作る。面白い。
面白い。あ、そういうことなんだ。向けもしたい。いいね、みくちゃんね。頭のあれだよ、体操になるよ。みくちゃんのね、脳、トレに行って。あの、みくちゃんの脳トレに行ってくれたんだ。やったー、痛い、痛い、痛い、はい。はい。じゃあ今度はリズムね、リズム。はい、散歩の歌。はい、散歩の歌のリズム付きで行ってみましょう。はじめ、行きますよ。あれ？タオル。音は痛いです。痛い。痛い。はい。あ、こっちが小さい。よいしょ。歩こう歩こう私は大好き歩くの大好きどんどん行こう下がり地トンネルうるさったら一歩なしにでこぼこちゃり激しいむくみさんですね。よし、はい、ではですね、次はボールですね。ボールせーの、はい、食べれます。はい、皆さんボールはありますでしょうか。そしたら、あれだ、みきちゃん、おいす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 、ね、おいすって、おいす、どこのいす、どのいすって、これでいい、このいすで、はい、今では皆様ボールを持っておりますです。なんかだんだん小さくなってきてしまう。あ、確かにこれあれですよね、空気入れないとちょっとずつ小さくなるかもしれない。冷蔵庫があるのかな。なんかあの、え、穴ありません？穴ある、ありますよね。なんかね、あの、なんだっけ、あの自転車の空気入れみたいなあるじゃないですか。はいはい、この、うん、あの先っぽだけなんかその、うん、ボール用に変えるみたいなやつがあって、こういうのがある、はい、あ、こういうのがありますって。え、見して。 え、どれどれ。
ボール専用の空気入れなんだ、それは。うん、そうなんだ。ここが空気入れ。なのがあるんだ。ボールに突っ込むとか。はいはいはい。これでこうやって。うん。入れられる。うん。お部屋もふわふわになったので、これでまたパンパンになりました。パンパンに。ポンプいいんだ。だけどなんかちっちゃくなっちゃった。ね、ちっちゃく、そう、なんかしぼんできちゃうんですよね、だんだん。やる前に。はい、ではでは、いきましょう。ちょっとふわふわになってたりとかするかもしれないですけど、でこのボールの硬さによって、ちょっとあれですよね、触った時の感触も違うし、力の入れ方も変わってきますね。はい、では今日は上から下からどっちからいきますか。下からどっちから。じゃあ上からいきましょうか。ではここでボールを潰していきます。10回、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ね、今度はこのボールを片手でギュッ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 って潰してみましょうか、こうやって。ね、じゃ片手。じゃ10回、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これだって泉先生やりやすいんじゃないですか、今。今やりやすい。これパンパンの人はやりにくいかもしれない。ハンバーグみたいな。ハンバーグ、あ、ハンバーグこねるときみたい。ずいぶん頑丈なハンバーグ。まあ、はい、じゃあ反対の手ですね。10回、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうだね、ハンバーグ食べたくなっちゃった。ずいぶん、ね、巨大なハンバーグ。せっかくバクッと食べるの。やばい。焼くのが大変そう。じゃ今度はお腹のところでギュッギュッといきますよ。はい。苦しそうなんか。わあ、そっか。結構食べたら苦しくなる。そんないっぱい食べる。じゃあお腹のところにこうやってやって、ギュッとギュッとやってね、腹筋をふっと使ってみましょうね。で10回いきます。せーの、せ。1、2、3、4、5、6、7。8、9、10。はい、今度はお膝の間に挟んでみます。ここでキュッキュッキュッとね。これはじゃあ20回いってみましょう。20回。なんで？右には絶対なんか100まで行きたい。100まで行くのは数えるのも大変だ。大丈夫だ、どうしようね。いや、数えるの大変だよ。頑張って。じゃあ30にしよう。30回に変わりましたよ。30回。せーの、せ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。なんかやってる間になんか、なんとなくプルプルしてくる。はい。で今度は、お膝じゃないや、下に置きます。下に置いて、前、後ろ、前、後ろで転がしていきますよ。じゃあ、10回いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、同じ足で時計回りに10周回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対足。また前後行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、時計回りに回しますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。
そしたらこの両足を取りに両足をボールの上に乗せてここでジャンプをしてみます、ね、でここでバランスを取りながら10回ジャンプしましょう。せーの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、で今度は両足で1,2,3,4っていきますよ。じゃこれで10回いきますよ。せーの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 なんかぽよぽよぽよよんって感じ、ぽよよよよん、あ、そうね、更新曲ぽよよん更新曲今日もやろう、うん、ね、はい、では次はこのボールをめくめさん投げる、そうそう投げる投げる投げる、ね、いきますよ。でしっかり前の方にする足はちゃんと踏ん張れるようにちょっと前に出して。そんなに投げたら、ね、それは逆に明日腕が動かない。はい、じゃあ、10回いきますよ。せーの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、反対の手、はい、10回いきますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 はい、どっち面白いまあ、こうやってやっちゃった。皆さん鼻はムズムズしないですか？花粉症大丈夫？見極めまで期待してるわ。めっちゃね、今なんかすごい鼻ムズムズして。だってもう花粉だからね。ね、花粉の季節ね。どれいつまで続くのかな？でめくちゃんほらこのボール今度置いてバランスしよう。ああ惜しいね。あとでシュートして。あ、シュートでするのよ。やばすぎ。シュートじゃなくてシュート。やめてみて。はい、ではバランスしますよ、バランス。バランス立ち上がって。好きじゃないか。ベキちゃんバランス好きじゃないけど、でもね、バランスすごく大事だからね。バランス崩したら、あれでしょ、うん、ちゃんと歩けなくなったり、はい、転びやすくなったり、大変だよ。ね。はい、じゃあ、片手で、ね、あ、片手じゃない。片足で立ってみます。じゃあ、この状態で10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、今度反対。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度後ろ。後ろでバランスを取りながら、後ろにこうやってね、足を蹴り上げる。やっていきますよ。これ10回。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。今度反対。ちょっとこっちがこっちやね。こっち。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。で、なんでだろうね、ミクちゃんバランス取るの上手なんだけど、バランス体操になるとあんまり得意じゃない。そうだな。まあ人にはね、それぞれね、得意不得意があるからしょうがないね。うん、絶対。うん。好きはぼよよよよん。ぼよよん、更新曲今日も行ってみますか。いっちゃう。じゃあ皆様、ちょっとずつ
覚えてきましたでしょうか。今日もぽよよん行進曲を言ってみたいと思います。あ、ちょっと待って。はい、皆さんこんにちは。何だこの声です。ちょっと待ってくださいね。サビアは？何？サビアは？どうするの？みんなするよ。よかった。どんな大変なことが起きたって、君の足のその下にはとてもとても丈夫なバネがついてるんだぜ。知るよ。押しつぶされそうなそんな時だって、ぐっといざこぞに勇気を与える。今だスタンバイ OK。 その時を待つのさ。なんか覚えました。なんか楽しい曲ですね。楽しい曲ですけどね、なかなか覚えられない。覚えてる、本当かっこよさかね。ちょっと私ももうちょっとちゃんと覚えてきますはい、では最後深呼吸をしておしまいにします。高橋さんが後ろ、うん、バーチャル背景でくまもんにしてくれよかったね。くまもん体操とかあるのかな。出てきた。くまもん体操。くまもんがブイヨンって言ったらどうするんでしょうね。結構重そうですよね、くまもん。これのさ、ぽよよん、あるかもね、あるかもね。はい、じゃ深呼吸しますよ。鼻から吸って、口から吐いて、でね、3回いきましょうね。はい、やろ、せーの。鼻から吸います。吐きます。いっぱい吐くよ。吸います。そして吐く。吸いますよ。はい。今日は3月最後の朝の体操でした。くまもん。はい。ではね、
良い週末をお過ごしください。4月もまたよろしくお願いします。ありがとうございます。たくさん動いた感じがする。ありがとうございます。でそうですよ、ね、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。